さて、ではベルマン方程式を解いてみましょう。求めたい量というのはこの Vs ですね。ちょっと簡単のために、毎回 Vπ スターって書くの面倒なので、一旦ですね、このように Vs というのが VπS を Vπ スター S を指すとしてちょっと書き直しましょう。これは深い意味はなくって、簡単に式を書くために書き直したと思ってください。そしてこの式を解くということなんですけれども、リターン、この Vs っていうのは任意の状態に対して存在する量ですね。つまり全ての S について Vs というのが定義されています。つまり求めたい数、求めたい量 Vs っていうのは、S の大きさだけあるということですね。これを一旦 S と置いておきましょう。で、N 個の、未知変数があるということです。未知変数、つまりこの N 個の値を我々は求めたいと。そしてですね、この等式、ベルマン方程式というのはいくつあるでしょうか。ベルマン方程式も全ての状態 S について存在するので、方程式の数も N 個あります。方程式というか、等式ですね。 N 個の未知変数があって N 個方程式があります。なんでなんとなく解を見つけられそうな気がしますね。特に線形の式であれば簡単に解くことができるでしょう。ところがですね、このベルマン方程式見ていただきたいんですけれども、ここのマックスの部分がありますよね。マックスという操作は線形な操作ではありませんね。なのでこのベルマン方程式というのは線形な式になっていますと。これが厄介ですね。なので、もしこれが線形であれば、簡単な行列計算で、そこまで簡単ではないんですけれども、解を求められるんですけれども、それはちょっと難しそうと。で、一般に非線形な式ですと、解きづらい場合もあるんですけれども、このくらいの式であれば比較的シンプルな計算方法があります。それをご説明いたしましょう。まずですね、今回紹介するアルゴリズムはバリューイテレーションというアルゴリズムです。リターンの推定値をちょっと分かりやすいように V ハットとしましょう。そしてですね、この方針式に従って、リターンの推定値を更新していくというのがバリューイテレーションのアルゴリズムです。ちゃんと定義していきましょう。まずですね、リターンの値の推定値 V ハットというのを持っておきます。 V ハットは、0イテレーション目で、何でしょう、適当な値にしてください。ゲストしましょう。0でも何でもいいです。特に思いつかなかったら0が適当でしょう。そして、ステップ2、この式に従って V の t プラス1を計算してくださいと。この式は見ていただきたいんですけれども、左辺が t プラス1で右辺の v が、t になっているので、v の0が与えられていれば v の1が計算できるという形になっていますね。つまりこれリカージョンになってない、循環参照になってないんですね。t プラス1の v の、v ハットを決めるためにVT を利用しているという形になっています。そしてこのアップデート更新式を、収束するまで繰り返します。そうすると V ハット T というのはやがて V パイスターに、収束していきます。このアルゴリズムがバリューイテレーションという
アルゴリズムです。日本語だと価値反復とかって呼ばれたりもしますね。こうですね。この V ハット、まあ、ハットと書いたのはこれが推定値であるっていうことが分かりやすいようにハットとつけていますが、まあ、意味合い的には V と変わらないと思ってください。そしてですね、この VT っていうのが T 回目のイテレーション反復で、得られたリターンの推定値を表しているわけです。だってこのバリューイテレーションをすると、やがて VπT が得られるという話をしたんですけれども、これなんででしょうと。で、これがなぜ Vπ スターに収束するかという証明はちょっと複雑で、まあちょっと複雑なんですけれども、簡単な証明の、道筋としては、このベルマン方程式、このベルマン、まあ、操作というのがコントラクションになっているからなんですね。コントラクションというのはつまり真の値に対して推定値の誤差の最大値が、ステップを繰り返すごとに単調減少していくということが分かっているような操作なので、まあ、なんで、繰り返していけばやがて収束するということが分かるわけですね。ベルマン方程式がコントラクションになっているということの証明はここではやらないんですけれども、まあ、ぜひ自分で手を動かして証明をやってみると良いかなと思います。まあ、シンプルにですね、V ハット T と V の誤差の最大値 S っていうのが、これがその T を大きくするほど小さくなっていく値であるということを、示すことができるので、まあ、それで示せるでしょう。ここ V ハットスタートね。ぜひこれも自分で手を動かして理解してみると良いかと思います。